はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、春英サクチャルですね、やっていきたいと思います。今回は野手でやっていきます。でイベントデッキはこんな感じ でやっぱりね、野手の場合は、まあ、試験でのね経験点をどれだけ取れるかっていうところに、かなりウェイトが高くなると思います。で初回の試験からね満点取るっていうのは相当難しいと思うので、まあ、2回目3回目4回目ですね。で2回目もね俺満点取ったことあるの1回しかなくて、まあどこまでいけるかなっていうところは不安なところはあるんですけれども、まあ、ただね普通の試合での経験点が、まあ、投手と比べては取りやすいっていうところが、まあ、1つ利点ですね。でこの編成だと大谷君と小平君が試合経験点ボーナス持ってるんで、まあ、試合での経験点は取りこぼしたくないですね。で逆に投手でやるときは、まあ、初回から、ね、満点を狙っていけるんですけれども、どうしても試合での経験点がなかなか難しいと思いますので、まあ、どっちがいいのかなっていうのはちょっとまだ分かんないんですけれども、今回はとりあえず野手でやっていきます。でイベントデッキ的に特攻キャラを揃えると、まあ、この編成とかもそうなんですけど、前入れがね多分かなり圧迫されると思うんですよ。今回この編成だと雑賀が後入れで他全員前入れなんですね。で彼女キャラ2人入れてるんですけれども、まあ、前後っていう編成なんでね、クリスマスが間に合うかどうかっていうところがちょっと不安なところがあります。でマジカルーちゃんに関しては、告白イベント2回なんで、告白っていうイベントは1回なんですけど、そのマジカルマジカっていうイベントが発動しない と、ちょっと告白イベントが起きないっていうちょっと癖のあるキャラですね。でちなみにマジカルーちゃん全然使ったことないんでよくわかんないっす。まあ、練習の方からやっていくと何とも言えないな。どうするこれとりあえずホムラちゃんの評価を上げていくか。コツが来てますね。でコツはねなるべく直撮りをしていきたいところではあるんですけど、春英の場合ってやっぱり基礎能力も上げたいじゃないです か、そこがね難しいと思うんだよね。でアベレージヒッター結構いいなアベレージヒッター取っていきたいね、最初の試験が始まる前に。でまたコツが、お、しかもメンタルにコツが来てる。これはかなりいいぞ。小平くんアベレージヒッターはさすがに取れないんでね、流し打ち、これは流し打ちとアベレージヒッター両方取れば初回試験、まあ、ホームランがね打てないんで満点っていうのは取れないかもしれないけど、60点は狙っていきたいね。でマジかルーちゃんってさ、これ何どういうキャラなの、こいつ本当に魔法が使えんの、なんか謎キャラだな。ま、彼女キャラは優先的に追っていきましょう。追っていきたいんだけど出てこないね。あとやっぱね監督評価もね気にしていかないと。でもサクチャレはね始まってからちょっと時間が経ってるんですけれども、まあ、ツイッターとかのねいろんな方のこうプレイ記録を見ると最終的になんだっけ監督評価が足りなくて代打だったとかっていうのもね聞きますからね。でしかもそれでなんか経験点更新したみたいなでさっきはねちょっと雑賀のコツも美味しかったんだけど、監督評価ね上げていきたいね。でも雑賀もねパワーヒッターとかあるからね。あとコーチね、コーチもできれば追っていって金徳イベント発生させたいよね、まあ、経験点かなりもらえるからね。で結局そうか、そもそもレンちゃんが今出てきたのか、全然練習できてねえなと思ったけど、まあ、ここで体力回復してくれるのはいいかな。彼女キャラ出てきてくれ。ささやき破りとか2回出てくれるとね助かるんだよね。で最後のねイベントはまあ普通に進んでいくと思うんでいいんですけれども、レンちゃんだな、やっぱりレンちゃんの評価を上げていきたいんだけど、流し打ちまた掴んだ、出てこないね。あ、これねマジカルマジカ、これが発動しないと、そう、そもそもね練習した後に追加のなんだっけ
放課後カエルイベントもね発動しないんで、で2人だけの秘密にするとなんか他の彼女キャラの評価が下がるみたいなんで、これは避けておいて、でみんなに話すっていうのは経験点が取れるんだけど、マジカルーちゃんの評価は上がらないと。で魔法を教えてにすると評価が上がって、まあ、経験点もねなんかそれなりに取れるみたいなんで、で技術ポイント40か、まあまあまあ全然いいですね。悪気打ちのコツとか、まあ、今回は別にいらないんだけどね。マジカルーちゃん来てくれ。おお来たー。え、評価的にはこれでどうだ、乗ってるか。小平くんの回復イベントもなかなかいいところで来てくれたな。雑用頑張ろう、サボらないでやんす。いや、いくらさ雑用だからといってさ、サボったらバレんだろうあいつらどこ行ったってなるし。ムード丸、休もう。まあ一回か、しょうがない。マジカルーちゃんが乗ったかな。その代わり、でまあこれはねチームメイト評価を上げていきましょう。まあ急いで上げる必要もないんだけど、レンチョンと小平くんがいますね。技術ポイントはそれなりか、ミートはちょっと E にしておこう。でなんとなくパワーも30にしておこう。でそこからアベレージヒッター60か、まあ、流し打ちはもう4だからこれは絶対取っておくとして、アベレージヒッター取っとこう。でまあ、レンチョンもいるし、小平くんのコツもあるし、内野安打、こういうさ内野安打とかもさ試験とか反映されてんのかね。ちょっとボテボテのさヒットを打ったとき、ヒットっていうかボテボテの打球になったとき内野安打があると4点取りやすいとか。コーチ小平くん、監督がいるね。これはちょっとここにしておきますか。コーチしようかね、どうしようか。本当にやる気が下がってしまった。試験前なのに、そしてラブパワーの効果もなくなって、やばい、やる気がない。能力は上げていきましょう。どうする、パワーも E にしておく。でミートは D にできるか。でホームランを狙っていくわけじゃないんで弾道は2でいいかな。今回は60点狙いでいきましょう。小平くんのコツ、内野安打とか取れんのか。これ技術ポイントが少なすぎだろう。あ、取れるわ取っておこう。で小平くんと練習しましょう。まあ、経験点でもいいけど、だいぶコツをくれるね今回の小平くんは。さてやる気が普通なのかな、ちょっとあれだけど、アベレージヒッター流し打ちを持ってるからこれをどう活かせるか。まあミートは開いていきましょう。岡部くん、ちょっと待って超打ちづれ今の。もうほんとやだ、フォークとかやめてほしいんだけど、やばいぞこれ。とりあえずようやくヒット1本だな。おお、流し打ちがあってよかった。今多分普通にやってたら切れてたよね。っていうか30って絶対無理だなこれ。え、今のボール球だったらよくわかんないけど、いやーやばいね。20点は欲しいな。22点か、22点だとどんくらいなの。やっぱね初回試験がねほんときつい。36か、まあしょうがないよね。であとはコーチがいる、レンちゃんがいる、レンちゃんにしておこう。やる気を上げてくれ。
せめてな、やる気がね、一段階上がってればね、もうちょっとミートカーソルの大きさとかも違ったと思うけど。体力がなくなった。お、ゴホゴホになった。よしよしよし。恋人になりましょう。いいよ。これで体力回復するんだっけ。やる気下がるよね確か。体力回復しねえし。さすがにこれは死ぬからな。まあ、レンちゃんはもう別にいいでしょう。どうしよっか。やる気がないからな、一回呼び戻しをしておくか。普通のエリート組の人たちを。やる気は上がらない。やる気がなー、ないなー。小平くんのイベントとかはね、もうこの時にどん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 進んでほしいですね。怪我率的にはまあ若干っていったところか。レンちゃんとかってどうなの。コーチね、ちょっと上げておきたい気もするんだけどなー。でも無理くりコーチと練習するあれでもないんだよね。デートしておく。レンちゃんのデート事情とかもう忘れちゃったよ。どこで回復してどこでやる気が下がってとか。ここは体力回復するっけ。体力は回復する。やる気は上がらない。レンちゃんのデートでやる気が上がることとかってあったっけ、そもそも。コーチ、コーチやっとくか。12月とかね、わりかしやることがない好きなんで、まあ、そういう時にコーチを追っておきますか。まあ戻すとね、確かコーチの評価は上がっていくんで。うわー、不眠症になってしまった。マジかよー。レンちゃんとマジかルーちゃんで、ラブパを狙うか。そうすると 3%。ラブパ。お願いします。普通か。12月の3週。レンちゃん2回目のデートって、どうだったかな。なんかもう忘れちゃったけど、とりあえず進めておくか。まあ、レンちゃんはね、二股したときに井戸端会議で評価が下がらないっていうのも、まあ、サクチャレに関しては使いやすいですよね。あ、これやる気下がりそうだな。体力は回復するか。やる気を奪っていくよな、レンちゃんは本当に。でこれレンちゃん自体は寝不足になってないのかっていうかさ、これアロマキャンドルでさ、不眠症治ってくれよマジで。そういうイベントでよくない。まあルーちゃんがいるね。あれ、小平くんって今何かあったっけ。ああ、それも取っとこう。あとはチャンスメーカー、技術とかね、やっぱりミートを上げておきたいっちゃ上げておきたいからな。パワーは D にしておこう。弾道も上げておくか。まあいいや、このまま練習しよう。ラブパワー、まあとりあえずやる気を上げてくれるからいいか。もう試験だしね。試そう。これは失敗したな。体力下がるだけかい。まあここら辺でね、大吉が出るかどうかっていうところも。中吉、レンちゃん君はよく頑張ったよ。粘り打ち。サイガとタッグが組めるけど、
まあ、レンちゃんと練習してラプパを狙うっていうのもね、ありっちゃありなんだけどな。ミートは C にしておこう。総力とかどうなのこれ、上げておいた方がいいの？一応上げとくか。なんか内野安打的なのか。まあ、足 E だと期待できないけどね。こっち評価上げとく？なんか、こっち作れ。くんない。うわー、来た、不眠症。不眠症のまま試験を迎える。体調的には最悪だな。内山くん、なんか変化球がさ、結構すごくなかった、こいつ。444。いや、でもやっぱりね、もうさっきとは全然違うね。ライトフライだったけど。よし、ちょっとセンターフライっぽかったけど、まあ、そこは見逃してくれたか。ダメなの？狙ってこう。ほら、ダメだ。パワーが足りん。パワーが足りん。よし。オッケー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 。ゲー、今の無理でしょ、取れないでしょ。まあいいか、しょうがない。あのな、投手直っていうのかな、抜けてればね40点いけたんだけど、固め打ち。メンタルには来てないね。マジか、ルーちゃんがいるか。どうしよう、一回ちょっと狙っとく。ちょっと不眠症が厄介だからな。ラブパ来ない。そもそも何にも来ない。肉肉。よしよしよし、やる気も上げてくれた。サイガ、固め打ちは掴んでおこう。パワーヒッターが欲しいからな。粘り打ちも一応掴んでおく。パワーヒッターをくれ。サイガ、広角打法、まあ広角打法も全然悪くない。てかマジか、ルーちゃん告白イベント来ないな。っていうか、ここら辺のさ、結構きついよね。ダブルで食らったら、あれだったけど、まあ、こういうところでな、ちょっと体力回復しても何とも言えないな。コーチ。まあ、せっかくだからコーチと練習しとく。こっち評価上げとくか。2月の1週からはね、ちょっと呼び戻しがあるんで。これ無理でしょ。まあ、続ければ続けるほどね、経験点は増えていくみたいなんですけど。うわー、寝れない。まあ、アドバイス聞くか。体力減るけど、呼び戻しをしていけば体力元に戻るでしょう。一応見とく。メンタルいないね。呼び戻そう。大谷くんと。大谷くんはね、別に勝負する人じゃないんで、それは助かるよな。おーし、パワーヒッター掴んだ。寝れない。マジかよ、不眠症すげえ厄介だな。なんかどっかで治んないかな。体力を回復してくれたけどさ、まあでも経験点ここ80入るのか、悪くないね。呼び戻していこう。小村ちゃん、前指キャラがどんどん戻ってきてるからね。マジか、ルーちゃんの告白が全く起きないな。ムード丸、起きた。何これ、どういう告白なの。今好きな人がいないなら僕と付き合ってよ。いや、レンちゃんと付き合ってるんですけど今。告白を受ける。もうゲスすぎだろこいつ本当に。っていうか何、ルーちゃんってあれ僕っ子だったの。今更だけどさ。コツがあるときはまあ追ってっていいと思うんだよね。大谷くん広角打法持ってたよね。取っておこう。パワーヒッター131か、厳しいな。
大谷くん練習しよう。ルーちゃんもいるしね。ラブパ付き合ったんだからラブパくれ。ラブパはおっしゃー、ようやくよ。悩まされたけど、まあ、そこまでの被害は出なかったかな。でどうする、レーザービーム取っておく。レーザービーム、パワーをね C まで持っていきたいんだけど、あと戻してないのって誰、カラスマだけ、他誰かいたっけ、いないよね。小村ちゃんとかも戻したもんね。さよなら男、よしよしよし、筋力ポイントをください。あ、サイガ、まあ、ここはね10点は楽だよね。ここもねなんかいっぱい点数くれれば嬉しいんだけど、石塚くんも結構強えなこいつ444だよ。俊英ってさ結構投手陣いいけどさ、なんでこんな負けんの、あんまり試合ではさ強いイメージないよね。あの前回の動画とかもさそうだったけどさめちゃくちゃ炎上したからね、謎だよね本当に。試合になるとみんなこう手を抜き出すからな、こいつらはエリート意識かな、全力出さなくても勝てるっしょみたいな。いやーやっぱりな、こういうとこでね40点超えるからね。まあ球速がなければね割と大丈夫なんだよね。たまにこの160キロ近い速球を投げてくる人いるからね、なんだこいつはっていう。まあここでコーチの評価も上がるし、一応コツを見ておくか。大谷かー、すげえやっときたいな。ルーちゃんいて大谷いてサイガがいるからラブパワーで結構もらえるね。カラスマなー、絶対 100% 1回で勝てるかって言われたらそれはちょっとなー、わかんないからな。とりあえず CC にしておこう、カラスマを終わらせておこう。まあここはストレート狙いで、あ、しまった、危ねえかすって言ってなんかボテボテだったらこれやだ。 V スライダー2球か、追い込まれてしまったな。オープンねえ超ギリ、あれはなんかその試験的な話でいくとピッチャーゴロっていうのでもおかしくなかったからね。今回は救われたな。よし、こっち評価も上がったし。そうだからね、ノーマルじゃなくてイージーなんだっけ、なんか忘れちゃったけどイージー的なやつでやるっていうのもねありかもしれないみたいなのは一つ言われてるんですけど、ただどうなんだろうね、普通の試合でどれだけ経験点がこう下がっちゃうかっていうところだよね。結局それで試合経験点が下がったら意味ないんでね。めちゃくちゃあんまり変わらないんだったらなんかイージーみたいなやつでもいいかもしんないけど、その要は1回目から満点取れるっていうのがね作り出せれば。バイト頑張れ小村ちゃん。掛け持ちは大変だよな、でも部活とバイト掛け持ちでしょ。まあでも野球に対する情熱があればできるのか、俺には真似できないな。やることないんでとりあえずコスト練習しとくか。追加、これまだいけるよね、いけるいけるいける、やります。これもう一回いけんじゃない、よーし15-15-15か、まあ、それなりにいいね。で小平君これで終わりと。まあ、一応、ホムラちゃんとかがね、結構イベント数少ないんで、そこが助かるかな。デートしていこう。どうしようかな。ルーちゃんとデートする？ルーちゃんのデートとか全然わかんねえんだけど。魔法のクッキー？ん？何？ああ。クッキーが喋ってんのね。
月通崩しとか、あ、なんかここらっけー、コーチの評価下がった、ひどい。ルーちゃんはなんかランダムでコツをくれるキャラみたいなんで、大谷くん、大谷くんはタイヤ体とかいつの間にかボンになってるし、さよなら男、どうしようか。まあ、C あればパワーヒッター取っていいよね。あとなんか取んなきゃいけないのってあったっけ？特にないか。よーし、ここはちょっと満点目指していきたいね。ピッチャー次第だな、ピッチャー次第。ピッチャー次第っていうのもあるよね、やっぱりここは。まあ、森下くんは別にそんなに強くないね。うん、ボール球を投げてくれる、すげえ優しいな。先輩、俺ボール球投げるっすみたいなその代わり結構際どいフォークを投げてきたな。おお、ボールが多いね。すんません、さっきのフォーク入っちゃいましたみたいな。ゲーひどい。よしよしよし、今のはいかなかったか。ちょっとカーソルがずれてたね。ホームランはあと2本、打ちたい。やばいやばい、無理だー。うーん、1、2、3、4、5、まあ、半分打ててないのか。そりゃダメだね。リベンジどうしようかな。この体力量、コーチがいるけどね、小平くんとかが一緒にいるとさ、小平くんのイベントが起きるからね。とりあえずレンちゃん終わらしとく。レンちゃんはね、下がんないからね、評価が。全然終わらしておいていいでしょう。シャワー浴びた後ってちょっと携帯とか見ないのかね、こいつ。体力が下がってしまった。大谷くん、これはどうしようか。ま、挨拶しとく適当だけど、おはようございます。あ、そうか、これ最大値が上がるんだ。ムード、メンタル、まあ、お出かけでデートしよう。どん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 デートを進めていこう。これで4回目か。もう4月に入ってるからね。まあ、糸端も早く怒ってくれればそれに越したことはないんだけど。固め打ち、そうか、ここでも固め打ちくれんだっけ。俺これでこの前センスバッツついたかんな。ほんとひどいよね、それ。センス丸はつかないのにさ、センスバツはつくっていう。俺のブラウスひどいマジひどいよ。デートしよう。レンちゃん終わらせちゃおう。てかさ、海にさ、こんな変な洞窟みたいなのあんのどういう地形してるんだろうな。うん、経験点はいいよね、経験点は。で、レンちゃんじゃなくてルーちゃんはまだ1回しかデートしてないよね、確か。マジか、ルーちゃんってカラーデートとかあんのかな。そこら辺がよくわかんないな。メンタルを見るけど別にいないからデートしておこう。井戸端が怒った時にね、デートで回復できれば。こいつまた海来てんのか今度はサメかあ、経験点くれるね。
結局まだ満点は取れてないからな。まあ、サクチャネはねちょっと何回かやってっていうのは必要なんだけど、コーチの評価がありつつ、小平くんか 9% かちょっとやっとこう。コーチイベント来い。コーチの評価を上げたい。いやもう無理だよ、絶対無理だよ、限界だよ。ラッキーボーイ、ラッキーボーイを進化を発動したいけど、BB には持ってきたいよね。やっぱり総力が結構上げられそうだね。でメンタルは特に何にもないから、ちょっとルーちゃんとデートしていくか。今度は遊園地か。え、何？あ、パンダ。え、なんで？動物園なの？ここ遊園地じゃないの？え、何？ルーちゃんもあんまり回復しないね。そういう系なの？ホムラちゃんチャンス取って、ちょっと待ってね、チャンス取るでしょ。あとホムラちゃん意外性取るでしょ。ヘッスラーでしょ、体当たりはあるでしょ。ムードは取ったでしょ。いぶし銀で全部抑えたかな。ホムラちゃんのコツは経験点をくれ。あとなんかあったっけ。大丈夫だよね、よし。おお、よく頑張った。チャンスはもう取ってしまったけど、どうしようかな。まあ、監督評価は全然大丈夫だね。コーチもそれなりに上がってきたね。ルーちゃんはただあと2回か6月。ここはちょっとコーチを狙っていこう。多分星4つだよね、必要なの。体力がないからな、どうしてもデートせざるを得ないけど。いないね、これはデートしとくか。え、マジか、ルーちゃんって今のとこどこで回復した？全然チェックしてないんだけど、スリっぽい、ほら。やっぱりな。反省しまっちゅうみたいな。おお、ここでめちゃくちゃ回復。てかすげえな、経験点もすごいね、120入ったよ。そういうキャラなんだ。レンちゃんとかマックスじゃねえし。小平くんなんかあるっけ。ちょっとコツを確認しましょう。走塁、阿部比、長吉打ち、内野安打は取ったね。よーし、経験点ください、小平くん。てかレンちゃん最悪カラデートをやってもいいかもね、回復に。いや、井戸端まあ来なければ来ないでそれでいいんだけどさ、だいぶ押してるな。いやもうフォークとかね、ほんとやだ。でこっち152キロ出んじゃん、やる気ないけど。152キロの443って早すぎだよ。いやマジで速球が早すぎる。おお、今のギリギリ抜けたか。てかボールだったよく分からんけど、ストレートばっかり投げてくんな。ストレート主体だな。ちょっと待て。1本どうする。まあいいや、ちょっと強振でいこう。おら、ガー。結局1回も満点取れなかった。野手の悲しいところだ。まあただ伸びしろがあると、まあそう割り切るしかない。コーチ行こう。これはいいや、限界で。甲子園行くとさすがにコーチ特訓ないよね。ああここでコーチ行けんのか。まだ星4つにならないね。やっぱり結構追わないとダメだよね。
もうね、試合が始まっちゃうとね、なかなかその追加イベントがね、発生しにくい気がするんだよね。まあここはミートを上げていこう。少しでも打てるように。守備とかは割とどうでもいい。あとね、チャレンジがあるからね、そこら辺はまとめてチャレンジ要因として達成していきたいよね。もうしょぼいわ打撃が。あ、ルーキーだ。その今ふと思い出したけど、イージーとかじゃなくてルーキーよ。ルーキーにして点数がどれくらいになるかだよ。試合のエキスパートって逆にどれくらいになるのっていうのもあるけどね。まあ、今回はね、試合経験点ボーナス持ちが2人いるんで、まあ、それも含めてちょっと計算しないといけないからな。1回ルーキーでやってみようかな。で、試験がどれくらい簡単になるのかと、この試合でどれくらいもらえるのか。一応来てるか。まあ、レンちゃんがいるからレンちゃんと練習しよう。追加発生する？発生しないよね。コーチがいけそうだ。で、最後の7月4週であれだな、ルーちゃんとデートしよう。発生しないよね。もう試合が始まるとマジ発生しないからな。それまでに評価を上げていく必要があるか。まあ総力上げていくか。で、ルーちゃん最後って回復してくれんのかな、体力。共に絆を。てか、そもそも5回目でいいんだよね。攻撃に入ります。この回のトップバッターは、デートしたことないからさ、どのデート内容で何回目っていうのか分かんないんだよね。しかも3点取られてるし。カラスマとか何なの本当に。第2球投げた。てか普通にさ、波動は強いよね。俊英リードで迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面。他のチームメイトがさ、キバの爆速ストレートを捉えてるのがすごいよな。俊英リードで迎える7回です。今日2本のホームランを放っている。打ちました。痛烈。ただね、試合ではやっぱり経験点稼ぎやすいよね、野手の方が。まあ、66入るからね、経験点ボーナス2人いるから。さてさて、ここで喧嘩か。まあ井戸端は発生しなかったね。それはまあ良かったかな。デートでルーちゃん、レンちゃんの評価ってどうなの？マジで。あ、すげえこっちも不安なんだけど。はあはあはあ。改めて言ってる感じだね。回復しない。マジですか？回復しないんですか？あ、レンちゃんちょっと見とく。いや、レンちゃんやべえわ。ま、絶対5じゃないと満点取れないかって言われるとそうでもないんだけど、レンちゃんってデートで評価上がっていかないんだっけ？1回くらい練習しとかないとまずいな、甲子園で。パワーをね、ちょっと上げていきたいんだけどね。どうしようかな。まあいいか、とりあえず A あれば。経験点9000点とかな。普通のデッキで組んでも出せないからな。みんなどうやってんだろう、すごいよね。内野安打。ダメだ。俊英リードで迎える3回です。これはいい当たりだ。いったー。とりあえず1本。俊英リードで迎える5回。2本はね、やっぱ打っとかないとね。
そもそも祝福ボーナスがつかないから。投げた。スライダーボール。完全なボール球。カウンター2ボール。投げた。よーし。もう一本ヒット的なものを打っておきたい。俊英リードで迎える7回。俊英くんのうちに打ち崩す。オッケー。もう回ってこなくていいよ、むしろ。よしよしよし。カラスマ頑張ったな。3失点したけど。まあいいよね。ここの試合経験点がいいよね、野手っていうのは。これはやっておきたいけど、いない。やっておこう。レンちゃん、すげえ怖い。レンちゃんがマジで怖い。文部高校もね、すげえ嫌い。なんとなく勝ったわ。F にしておく。30にしておこう。これもなんとなくは40にしておこう。俺の守備のせいで点を取られてる可能性があるからな。一塁線抜けたみたいな。直線系か。今のダメ。あ、鎌狩りってレフトにいるんだ。満塁。すげえ俺チャンス潰してるよ。これは入ってくる。入ってくるか。第3球を投げた。際どいね。ほんとこいつら嫌だ。投げました。ボール大きく外れました。平行カウント。さあ動きは5球目。うわ、入れてくる。よし、チャンスに強い男。もう一本打ちたい。攻撃に入ります。またこいつ投げてるか。投げました。ボール、ここはよく選びました。第2球投げました。インコース。いやもうすげえ変化球投げてくるよね。2ボールのストライク。投げました。これはな、敬遠してくる可能性めっちゃ高いからな。入れてきた。第5球投げた。若干早かった。投げた。打った。引っ張った。粘るぜ。粘り打ち。第7球は、あー、結局フォアボール。もう一回待ってきた。ここを打つ平山くん。653とすげえな。スクリューか。ちょっと待て、無理だ。落とした。ちょっと点数を今回割と落としてるな。最後のレンちゃんは落としたくないね。レンちゃん落としたくないけど、レンちゃんがいない。マジでレンちゃんがいないよ。サイガと練習しよう。虹谷もな、打てないときは打てないからな。まあ、このままでいいや。チャレンジってなんだっけ。ミート S とかあったっけ。パワー S はなんかあったような気がするんだけど、忘れてしまったな。全国の足 S は確かなかったと思うんだよね。西谷。ほら全然ダメだ。スライダー曲がりすぎた。第2球投げた。外、フォークは外れてもカウント1ボール1ストライク。投げた。これは、ボールだね。ボール、慎重に攻めてきます。2ボール1ストライク。バッティングカウント。ほら、よーし、とりあえず1本。初回で1本打てたのはでかい。同点で迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で、これはちょっと見送ろう。カーブとフォークは本当に打ちづらい。入れては来ないよね。投球はこれから3球目。これも外。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。ほら、ちょっと振り遅れたか。取りました。もう一回もう一回もう一回。よしよしよし。新鋭大展開で迎える6回です。2アウトランナー。ほら、オッケーオッケーオッケー。あ、逆転って割と点取られてんだな。カジノくんっていうのかな。やったー。ありがとうカジノくん、君は打ちやすかったよ。いや、いいね。116だよ。
でかいね。あとドラフトないんだろ。こんだけ打ってさドラフト1位じゃないっていうのもさ普通に考えておかしいよね。3位か。2位に入るのも難しいんだよね俊英って。レンちゃん絶対落としてるよこれポイント。まあマジかルーちゃんはいいとして、あれ何こいつ忘れてさよならすんの。魔女カランドって何。謎すぎる。ラッキーセブン、まあ、ホムラちゃんもねエピローグ経験点くれるんでこれもでかいでしょ。あ、大谷くんいたね。レンちゃん。さあどうよレンちゃん。満点満点くんなかった。満点くんなかったわレンちゃん。7777。演技だけはいいね。7777。まあまだ全然ね伸びしろはあるんで、まあこれで7777出たのはまあいいですね。まあまだまだ初回なんでそもそも1回もまだ作者でやってないです。まあ適当にここら辺エースにしとこう。まあこれでミートパワー総力系は大丈夫でしょう。あとなんか上げられるとすれば守備か。守備を思いっきり上げとこう A まで。で肩はもうさすがに無理だよね。補給とかってあったっけ、チャレンジ的なもの。もういいやこれで。はい OK です。扇風機、登録はしなくていい。これなんか丸押しすぎるとね先進んじゃうからね、ちょっと見ていきましょう。うん、7777、今後の発展性を感じるね数字に。まあ2604と、まあ、そんなもんでしょうこの経験点なら。というようなところで、まあまあまあね今回ねいろいろ取りこぼしが多かったんでね、やっぱり試験でのね経験点が重要なのと、あとコーチもねできればやっておきたいんですけど、まあそこら辺が全部うまくはまれば9000とかいけるのかね、まあ、9000点出してる人結構いるんで、まあそういった人たちのことを参考にはしたいですけど、自分はちょっと9000出せる自信がないです。というところで、じゃあ今回は野手、これで終了して、投手の方もまあ一回やっていきたいと思いますので、まあその時はよろしければまた見に来てください。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。